こんにちは。こんにちは。ピガです。ナムキさん、はい、今日お疲れ様でした。あ、本当にお疲れ様でした。はい、3人は朝から少しやり頑張ってました。本当にお疲れ様です。お疲れ様。ナムキさん、話によると、はい、同じ沖縄市と聞いたんですけども、紹介してもらえませんか？あ、はい、ね、そんなに沖縄市では実は会ったことがないんですけど、令和の山川仁さんの事務所で出会いました、はい、沖縄市3人のボランティアです、はい、で、こう令和新選組を応援するきっかけとか、なんか私以上見てくれって話聞いたんですけど。あ、そうですね、はい、日賀さんの YouTube を見て、うんうん、で背中を押されて、私たちもそうですよ、本当ですよ、本当です、嬉しい、で私たちも何かしなきゃなって日頃から思ってたんですよ、うん、はい、で、この山川仁事務所にボランティアで駆けつけようと思ったきっかけはあれですね、あの糸満市であった、うん、あの討論会、はい、見てですね、うん、はい、あれ見て、うん、あの立憲の金城徹さんのなんかこう言い締めだけど、あれなんかいる、なんか疑惑があるんだなっていうことで、それをきっかけにして、でもう山川さんがもう王道沖縄から統一候補でもう選ばれず、いろいろ疑惑のある金城さんが選ばれたっていう、これはおかしいだろうって、それが大きなきっかけですかね。それがきっかけになります。はい、私も何かしなくちゃっていうところですね。そこなんですよ、並木さんの、はい、何かしなくちゃいけないと言って、うん、何もしないんではなくて、一歩前に踏み込むということはとっても勇気がいるし、壁が大きいんですよ。そうなんですね。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ご夫婦ですか？はい、そうです。ご主人も一言お願いします。はい、私は木賀隆夫さんの YouTube を見て、私たちよりもなんて先輩方が頑張ってるんだろうと感動を受けました。なので僕24ですから。でそれで私たちでも何かできることはないかと思って、山川仁事務所に登録をして、ボランティア登録した後、ゴヤ十字路で今は立つようにしてました。すごい、はい、前まで、はい、なんかツイッター X で聞いたんですよ。沖縄市でなんかスタンディングやってる人いますよって言ったけど、オタクだったんですか。そうです、知らなかったんです。はい、ありがとうございます。はい、はい、この前聞いた方です。はい、池原さん、はい、池原の福井さん、大変と思いますけども、27日まで頑張っていきましょう。はい、それではですね、全国の令和新選組のファンの皆さん、沖縄から令和旋風を起こしてやるぞと、沖縄は頑張っています。山川仁志にぜひご注目、ご支援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。この国に生きる全ての人と共に笑い